こんにちは、インフォクリエイターです。今日は関数の入力方法について学習していきたいと思います。Excel には関数を入力する方法として3つの方法があります。まず1つ目に直接入力する方法。そして2つ目に関数の挿入機能を使う方法。そして3つ目にフォードサム機能を使う方法。この3つの方法があります。まず1つ目、直接入力する方法についてですけれども、1番、直接入力する方法。こちらに表がありまして、数値 A の数値が10、数値 B の数値が20、数値 C の数値が30。この A たす B たす C の合計がここに入力されます。そういう表がここにあります。まず直接入力する方法として、対象のセルを選択して、直接いきなり入力します。イコール、A たす B たす C の合計を求めたいので、サム関数を使います。入力したら、ここで、セルを選択します。このように、マウスでドラッグして、合計を求めたいセル範囲を選択します。そして、閉じ括弧で、エンターキーで確定します。すると、合計値が求まります。今、表示上で60という数値がここに記載されてあるんですけれども、数式を見ると、このように、イコールサム、カッコ B6、コロン、D6、閉じ括弧というように数式が入力されています。これが直接入力する方法です。次に、2番、関数の挿入機能を使う方法。こちらにも同様の表が表示されていまして、対象のセルを選択します。次に、Excel のリボン、数式リボンを選択して、いろいろあるんですけれども、一番左のこの関数の挿入という機能を使います。対象のセルを選択して、関数の挿入ボタンをクリック。そうすると、このように関数の挿入画面が表示されまして、今回は合計を求める関数ですので、ここから合計を求める関数を選択します。これですね。サム関数。セル範囲に含まれる数値をすべて合計します。という関数です。選択して、で次に OK を押します。すると、今選択したサム関数の引数を入力する画面が出ます。引数というのは、また後々の動画で説明させていただきます。ここでは、合計を求めたいセル範囲を入力するんだなということだけ覚えておいてください。これを見ると、今、こちらに、B6 コロン D6 という、セル B6 からセル D6 までのセル範囲がここで入力されています。そして OK を押すと、このように合計が求まります。今回も先ほどの直接入力と同様に数値がここに表示されているんですけれども、実際のセルにはこのように数式が入力されています。これが関数の挿入ボタン、挿入機能を用いた方法です。そして3つ目に、オートサム機能を使った方法。オートサム機能っていうのは、こちらの数式リボンのこのオートサムという機能ですね。この機能を使った入力方法として、
今この合計のセルを選択して、ここでオートサムボタンを押します。すると自動的にサム関数が入力され、合計を求めたいセル範囲が自動的に選択されています。この状態でエンターキーを押して確定することによって、またまた合計が求まります。先ほどと同様に合計の60という数値が表示されているんですけれども、実際のセルにはこのように関数が入力されています。以上のように Excel には関数の入力方法として、一部直接入力する方法に、関数の挿入機能を用いた方法、3オートサム機能を用いた方法、この3つの方法があります。